車好きあるある集めてみました。だいたい親の影響で好きになることが多い。確かに私も親父の影響で車好きでした。もう4歳ぐらいの頃からね、トミカ買ってもらって、バキュームカーのミニカーがどうしても欲しくてね、何件もはしごしたのを覚えています。皆さんも親の影響多いですかね。建物のガラスに映る自分の車大好き、これも結構来てましたね。あとタンクローリーの後ろを走って自分の車見るの好きとかっていうコメントも結構来てましたね。新型車や気になる車を見かけるとテンションが上がる。新型車が街で走っているだけで興奮。珍しい車はずっと目で追うというね、新型車とか珍しい車見ちゃう人多めでしたね。確かに私も新型車とか珍しい車走ってたら目で追っちゃいますし、私割と納車が早いんで目で追われてることが多いかと思うんですが、ちょっとね、自宅バレしないように気をつけて走っているという感じです。駐車場に停めた後でも何度か愛車を振り返ってみてしまう。サービスエリアで停めてからトイレに行くまでで 5,6 回は振り返って自分の車を見る。車を駐車場に停めてお店に入る時とかに少し離れてから振り向いて自分の車を見る。駐車場で自分の車から外に出た時振り返って自分の車を見ると。駐車後車から降りてめっちゃ振り返る。これね、めっちゃコメント来てましたね。あの駐車場に停めてから自分の車振り返るやつ、私もそうですなんなら写真も撮っちゃうというね、そういう人結構多いんじゃないでしょうか。共感した人ぜひいいねボタンとかコメントいただければと思います。見積もりシミュレーションめっちゃする。これもね、めちゃくちゃいいねの件数多かったですね。みんな結構見積もりシミュレーションするんですね。自分が買うんだったらこのグレードかな、この色かな、このオプションつけて込み込みいくらになるんだろう、ゲー高えみたいなねひとしきりをやっちゃいますよね、そういうのね。赤信号で隣にいる車のタイヤの銘柄を見る。特に高級車ではない軽やミニバンやコンパクトカーでレグノだとキュンってなるこの人はだいぶいっちゃってますね私も車好きですけども、タイヤの銘柄まではチェックしてなかった。上には上がいる。そこら辺のディーラーの営業マンより車に詳しい、営業マンより車に詳しいというコメントも何件か来てました。でもあんまりディーラーさんでこう YouTube で得た知識とかをね、ひきらかすようなことをするとディーラーの営業さんからね、煙たがられるので、心の中で言うだけにしておきましょう。旅行などでレンタカーを借りるとき、車種グレードにめっちゃこだわる。これもね、いいね結構来てましたね。まあせっかく借りるんだったらね、なんかベースグレードでなんかあれもこれもついてないっていうよりは、多少ねなんか中間グレードとかいいグレードとかが選べるレンタカー屋さんから借りたいですよね。とりあえずワンソクさんとゴミさんと川口さんのチャンネルは登録していると。ありがとうございます。そのね、二大巨頭の中に私も入っていていただけるのは嬉しいですね。これ系のコメントたくさん来てました。あの車系 YouTuber のチャンネルは登録しているとかね、あと、車契約した後もその車の関連動画見まくるというコメントも来ています。再生していただきありがとうございます。そしてうな丼さん大好きな人絶対多いと思う。私も大好きです。その証拠にレンタカーなど初めての車に乗るときに、お化粧直しのミラーとライトあるのかな、ないのかな、ティリーと確認してしまう。ティリーは書いてないですけど私もうな丼さんのあのね、いつものやつ大好きです。買い物するだけなのにやたら遠くまで行っちゃう。これもね、気持ちわかりますね。なんか家にそのまま帰ればいいのに、ついつい遠回りしてドライブを楽しんじゃうとか。あと私は個人的に、家とかね、駐車場についてるのに車から降りずになんかまったりしちゃうと。なんか音楽聞いてたりスマホ見てたりとか、すぐに車を降りずになんか車の中でまったりする時間結構好きなんですよね。気がついたら30分ぐらい車の中にいたりするんですけど、この現象に名前をつけたい。好きな車とか高級スポーツカーなどを見るとつい声に出して車名を言ってしまうと。まあこれもありますね。アベンタドールだとかね、なかなか普段言わないような車の名前だとね、ついつい声に出して読みたい車名みたいな感じですよね。友達が買った車の車種だけじゃなく、グレードや付けたオプションも気になる。まあ、ここまで来ると本当に車好きというか、本当ね、車に詳しい人なんだなっていう。CX5 買ったよっていうと、何スポーツアビアランスとかって聞きたくなっちゃう。フィールドジャーニー、渋いねみたいなね。トンネル内でシフトダウンしてエンジンサウンド聞きがち。このブリッピングとかね、バーブリングの音とか聞く人いますよね。ショッピングモールに車が展示されているとスルーできない。これもわかる。私もイオンとかにね、近所のディーラーさんがなんか出張で車展示してたりとかすると、ついつい見ちゃいますね。なんか買わないんだけどついつい見ちゃうみたいな。夜間でもヘッドライトの明かりだけで車種がわかる。夜でもバックミラー越しに見るヘッドライトで車種がわかる。皆さん鍛えられてますね。
ディーラーの横を通過するとき展示している車種をチェックする。これもね、結構私もやっちゃいますよね。お、新型車ついに止まってるぞみたいな。この前もエクストレール、あの早い反射さんだともう止まってて、あれお世話になってるお店ではまだなのかっていうね思ったりとかもしましたけど、車好き同士のドライブ以降は一人一台、まあ、これは結構もう定説ですよね。まあ、ツーリングとも言うって感じですけども、ドライブ行こうっていうと、まあ、乗り合っていくというよりは一人一台で現地集合というか一緒に走って途中で休憩したりするというのは多いんじゃないでしょうか。ツイッター感覚でカーセンサー見がち、カーセンサーグーばっか見てる、暇な時カーセンサー見がち、絶対にスマホにカーセンサーかグーネットの中古車検索アプリ入っている、カーセンサーのアプリを必ず入れてる、カーセンサーめっちゃ見る、どのアプリよりカーセンサー、異常なほどカーセンサーへのアクセス。みんなどんだけカーセンサー見てるんだっていうぐらいね、カーセンサーめっちゃ見てるというね。私もたまにチェックします。今私が乗ってる車どのぐらいリセール上がったのかなみたいなのチェックしちゃいますけどね。今中古車上がってますからね、相場がね。そしてどんなにいい車を見ても自分の愛車が一番と常に思いがち、旅行から戻ってやっぱり我が家が一番的なやつというコメントをいただいてます。これポジティブワンって書いてありますけど、これ高砂さんですね、ありがとうございます。あのラブカーズ TV ライブのね、あのいつもやられてる高砂さんからコメントいただいてます、ありがとうございます。確かにいろんな車ね試乗したりとかしても、まあ、自分の車に戻ってくるとやっぱ落ち着くよなみたいなのありますよね。自分のことを変態と呼ばれたら嬉しくなる、もはやね変態は褒め言葉だと私も思っています。メーカーやボディスタイルの好き好きで派閥に分かれがち、まあ、これは結構ありますよね。メーカーでね、あのマツダ等だったりトヨタアンチだったりとかっていうので結構あのコメント欄でバトルしてる時もありますが、他人の車を否定する人はにわか、海外の車好き好きな車を語る、日本の各国自称車好き嫌いな車を叩くというコメントも来ているように、結構ねあの他人の車を否定する人も多いんですが、何が嫌いかじゃなく何が好きかで自分を語れよという名言もあるようにね、嫌いな車とかね嫌いなメーカーとかを叩くんじゃなくて自分の好きな車を語りたいですよね。ドアパン絶対に嫌だから、駐車するときは店から遠くてもいいから両隣が空いてるスペースに駐車する、これは私も徹底してますね。もうできるだけもう角とかにね、隣に車が来ないっていうようなところに止めて、まあ、片側めっちゃ開けて、ドアがね全開になってもぶつからないぐらいのところに止めるようにはなるべくはしてるんですけど、わざわざ離れたところに止めてんのにわざわざ隣に来るあの車とかもいますよね。あの通称トナラって呼ばれてる人たちですけども、あれ本当何なんですかね。あの別に同じ車種とかじゃないのにわざわざ離れてるとこ止めてんのに隣止めるやつ、あれはちょっとねどうしてなんだろうとは思いますけどね。ボディカラーの正式名称が言える、これは確かに車好きあるあるかもしれませんね。単なる白とか黒とかじゃなくてね、ジェットブラックとかねグラファイトブラックガラスフレークとか思わず言っちゃうレクサス好きな人なんかはね、ブレイジングカーネリアンコントラストレイヤリングなんてもうねスラスラ名前が出ちゃうぐらいですよね。きっと洗車したら天気予報が晴れなのに雨が降る、これ系のコメントもいくつか来てましたね。洗車したら雨が降るやつね、うちもそうですね。結構洗車した日になぜか晴れ予報なのに雨降ってんじゃんみたいなにわか雨かいみたいな時ありますよね、たまに。あとね、鳥糞洗車したばっかなのに食らっちゃうとかね、そういうのあるあるですよね。といった感じで車好きあるある集めてみました。楽しんでいただけましたでしょうか。他にもね、あるあるネタ、募集していますので、コミュニティタブですね、ワンソクチューブのコミュニティというね、タブにあるあるネタはね募集していますので、チャンネル登録していただけるとですね、コミュニティというところに、投稿した、まあ、つぶやきみたいなものが表示されるようになるんですが、そこでね、何々あるあるくださいとかアルファードあるあるくださいとかね、たまに募集してたりとかするので、それにねぜひコメントいただければあなたのコメントも読まれるかもしれません。それじゃあ次回のあるあるネタもお楽しみに。